将棋の藤井聡太五冠に羽生善治九段が挑む。王将戦七番勝負。第一局は九十一手で、先手の藤井王将が勝利し、初防衛に向けて好スタートを切りました。藤井・羽生両者の対決は、タイトル戦では初めてで、対局は互角の形成が続きましたが、中盤以降、藤井王将が着実にリードを奪い、押し切りました。